はい、おはようございます。まずね、命の大樹行けたからね、命の大樹に行くわ。あ、行けないの？行けないんですか？行けないわ行けると思っちゃったわ。行けないわ、残念。じゃあ行きましょう。忘れられたと、ここかな。はい、さあ来ましたね、プニオ大集合のこの地ですが、これ裏になんかアイテムあったっけ、取ったっけ、何も見えん。お、プニオってどこら辺から現れたっけ、あいつら怖えんだよな。まあ、キラキラは1を拾います。これから多分錬金まみれになるんでね。そして虹の布切れは多分いっぱい使います。いた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 、キモい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 。だ、絶対善のものじゃないもんね、確実に悪のものだもんねこれね。いや、もうなんか善悪とか超越してんのかも。あと思い出したわ、ニズゼルファでしょ、合ってる一番しっくりきたんだけど、ニルゼルファだっけ、ニズゼルファだっけ。はめ込みます、はめ殺し歯車。うわ怖っ、ああ集ってるよ本当に。うわっ、やっぱ殺しといた方がよかったな、見つけたら。うわー走ってる、今閉まれ、今閉まれ、閉まって、こう満員電車みたいになれ、ギーッつってガーンっつってポヨーンっつって。おおおお、なんだ、中にはプニいねえんだ。あれは時を観測してなんか集めてたのかな、失われた時の化身つってんだから。これ何、うん、もしかして割とバッチリしたダンジョンかこれ。おうおうおお、魔物はいなそうだけど、この厳かな空気いないね、やっぱね。え、あの赤いの何。まあ進んでみますが、何にもわからんな。しても変えられないし、なんかヒーローズにありそうな。あ、バカラタコ、これパンドラボックスだったら俺笑うけど。インパス使えよって話した。レシピブック、英雄戦記長官、流星の剣、ミリオンダガー、コメットエッジ、輝きの杖、羅刹の魔装、俗グリンガムの鞭、竜王の爪、ギガントアックス。ほう、竜王の爪気になりますな。つまり、ほう、これはまた集めなければいかんな。赤いところに着陸するのかなこれ。違うな、あ、浮いちゃった、ぐるっと回りたかったな。やべえの、おるて、とこしえの神殿、やべえの、おるて、怖いて。私は時の番人、時の行く末を見守る者。時の番人だよ。私は何者でもありません、ただ時の流れを見守るだけの存在。時の番人よ、この塔には失ったものを復活させる力を持つ光があると聞きました。
私たちには嫁がらせてほしいかけがえない人たちがいます。人がいます。どうか知ってることを教えてください。あれか。この先にある祭壇には時のオーブと呼ばれる宝玉が祀られています。やたらひらがな使うな。その時のオーブの力を使えばそのあなたたちの願いも叶うでしょう。ですがあなたたちには本当に失われた時を求める覚悟がありますか。覚悟だとどういうことだ。時のオーブとは失われた時の化身が遥か古より紡ぎ続けたロトゼタシアの時の結晶。その時のオーブを壊すことで時空の流れが乱れ全てが過去に巻き戻るのです。仲間を蘇らせたければ世界の時を断ち切らねばならない。失われた時を求めるあなたたちがしようとしているのは世界にとって大きな選択なのです。え？え？みんなとの出会いとかどうなるの？全部なかったことになるのか？俺だけが覚えてんのか？そうだけどさ、知り合ってないことになるんじゃないか。俺たち時が戻るんだろ。まあね、未然に。うん、それ大丈夫？俺たちの記憶は？はあ、俺だけか。そう、ミゲって言います。どうも、はじめまして。え、じゃあ、いや無理でしょ。何その選択。え？みんなとはここでお別れってことか。ちょっと悩まして。とりあえず下の階を探索してくるね。その間に俺考えとくわ、どうするか。はい、おはようございますというか、まあ続きですが、探索して戻ってきました。行きましょう。みんな真剣な顔してる。そう言ってくれるよな。そうだよな。そうだよな。そう言ってくれるよな。神は最後に話しかけるね。そうだな。勇者は大切な仲間との時間を犠牲にしても世界を
救わねばならんのだ。それが勇者ってもんですよ。尊重してくれるんだね。大丈夫、過去を改変してベロニカ光らせるから。いや、パラレルワールドなんじゃねえか。これパラレルワールドって言いにくいな。なるんじゃねえかな。うん、いい奴らばかりだ。んなことないわ。頼りになるは仲間だったよ。そしてカミュ。わかった、じゃあ行ってくるね。バイバイって感じ。泣きそうだわ。なんかわかんねえけど、勇者ってのはね、なんだかんだで孤独なんだよ。まあ俺がそう思ってるだけだけど。覚悟を決めたんですね、ミケ。では私の知り得る限りのことをあなたにお伝えしましょう。僕のオーブを壊したとき、あなたが覚悟を持っていけるのはおそらく、あなたの記憶ともいえる冒険の記録と、あなたがこれまでに得た戦いの経験、そして、悠久の金庫の中身のみ。あー。なるほど。へえ、そうなの？ああ、これじゃあ仲間は？仲間の道具とか全部外しておいた方がいい、これもしかして。じゃあ外すね。はい、まあ意味はないと思うけどね、装備を外してみました。整ったので行きます。うわ、めっちゃ重いこの文章。だがそれでも勇者は世界を救いに行くのだ。いいえ嘘だよ、行くわ。時の番人の名のもとにあなたを過去へと導きます。見てよ、前へ。普通の服に戻っとる。俺が服を脱がしたから。じゃあな、後の世界はお前たちに任した。信じてるからな。うん、そうだよ。さよならなんて言わないわ。だってまた過去で会えるしね。なんかわかんないけど泣きそう。神ほんといいやつだな。お前らもう結婚しろ。お前ら結婚してもうなんかもう本当に幸せに暮らしてくれ。けど私あなたを守りしめるため必死にここまで歩いてきました。あなたと一緒に冒険して日々を合わせて限られた時間絶対に忘れません。やべえ当たり前だろう。神がこれ何も言わないのいいね。やっぱ一番の相棒なんだろうね。あーなんかわかんねえ、すっげえ泣いた今あー吉江。さあ時は満ちました。今こそ過ぎ去りし時へ。
じゃあね。わかった。じゃあね。くそー、こんなに泣かされるなんて。ベロニカ、最後にエマが映るのめっちゃええわ。なるほど。どこまで、あれだよね、世界が崩壊する寸前ってことは命の退治のあたりから始まるってわけだね。強くてニューゲーム。あ、これが強くてニューゲームの世界か。どこだここは。ちょっとお茶を入れるね。おお、マガマガしい力を放っておる。俺が魔王になっちゃうんじゃないかこれ。アイロンジョ大樹まだある。ラムダだ、ラムダ。はい、します。そして一旦動画を切らせていただきます。次回はこの過去の世界を探索していきましょう。お疲れ様でした。